ラトルン戦車博物館は、イスラエルのラトルンにある軍事博物館。ラトルンと表記されることもある。正式の英語表記では、ザ・アーマード・コープス、メモリアル・サイト・アンド・ミュージアム・アット・ラトルーンであるが、ヤッドラ、シリオン・ラトルーンという表記もよく用いられている。大都市テルアビブから南東に行ったラトルンに位置し、近くには、ミニ・イスラエルが位置する。 第一次中東戦争の激戦地であり、その際に要塞化された旧警察署を戦争が展示所休憩所として使用しており、屋外に車両を展示している。また、現在もイスラエルの軍事基地としての役割を果たしている。イスラエルは第一次中東戦争以来散発的にアラブ諸国と戦争を起こしているが、イスラエルは主に西側諸国の支援を受け、アラブ諸国は ソビート連邦の支援を受けていた。イスラエル軍の車両のほか、路客車両も含め、それらの各国の足したような車両が展示されている。櫓の上に展示される M4 シャーマンラトルン戦車博物館に展示されているのは主に、イスラエル国防軍が1948年の第一次、中東戦争以来、使用してきた軍用車両や装甲戦闘車両、及び、 かつて交戦したエジプト軍やシリア軍、PLO 等から露客した軍用車両や装甲戦闘車両である。これ以外にイスラエル軍では実戦で使用されていないと見られる車両もいくつか展示されている。ありがとうございます。